アプリを開いて見たい試合を探し、チケット枚数を選びます。するとあなたへのおすすめ順に座席が表示されます。別のおすすめボタンを押すと次のおすすめシートが表示されます。自分で席を選ぶこともできますよ。欲しいチケットが決まったら、ここに決めるボタンを押します。注文確定ボタンでオンライン決済、簡単にチケットを購入できます。購入したチケットをメールや LINE で家族やお友達に送ることもできるんです。メールでは QR コードでチケットが送られてきます。札幌ドーム入り口のゲートで QR コードをかざしてチケットレスで入場できます。メールを送ったお友達と座席で待ち合わせすることもできますよ。さあ、今すぐダウンロード。